はい、いただきます。というわけでですね、本日もやったんでの天の声がお送りしたいと思いますよ。わお、おいしそう。ここね、獣力屋さんでございます。獣力屋さんじゃない、獣力でございます。こう平塚に行くとさ、必ずと言っていいほど寄ってしまいます。そしてここニンニクプレスができるので、もうね、その後は臭いのはもうお構いなしですよね。もうひどい時はニンニク3個ぐらいプレスしちゃうから。それでも美味しいんだ、これが。なんででしょう、たまりませんよね。そして今回は角煮味玉ラーメンですね、頼みました。このさ、メンマもさ、分厚くってさ、歯に挟まって美味しいんだ。なんでやねんうまく食べないと歯に挟まるうまく食べないと歯に挟まってしまう。これ角煮ちゃん、角煮ちゃん、すごいのこれ。隣のなんて見て、わお、何もう美味しいよね。この背脂神だわ。この吊るしコメントね、絡むんですよ。そしてこれもうね、本当に食べていただきたい。ネギ名前忘れた。ネギチャーシュー丼なんていうの。これがさ、ランチだとさ220円なの。通常確か300円だか350円ぐらいなんですけど、これがうまいんだね。飽きた、プレスし放題のやつ。さっきのニンニクも好きなだけ入れてっていうやつね、挟みまして、グワッシュってプレス出てきた。わお、これもう親父臭の塊。なんでやねん、肉でございます。うわ、親父臭。なんでやねん。そうね、ニンニクみんな大好きよね。もうさ、人と会わないでよければさ、ほんとニンニク、毎晩ニンニクを漂わせたいぐらいなんですけども、僕あの紅生姜ね、乗せちゃったりなんかして。小学校の時ね、ラーメンにニンニクを入れすぎて高熱が出たことがありますもうラーメンに何杯ニンニクを入れたんだろうっていうぐらい。前にも話したかな、そう、ラーメンショップでね、ニンニクをまあ何杯入れたのか分かんないんですけど、めちゃくちゃ遊び半分で入れたら、もうさ、臭くて、もう部屋もさ、めっちゃ臭くなっちゃって。で、ニンニクって一玉あんまり取りすぎちゃうとまずいんだよね。体にいいんだけど、ほどほどがよくて、あんまり取りすぎちゃうと良くないんだってね。で、本当に高熱出ちゃって、かも口はくせえしさ、もう熱は出るしさ、全然大変でした。もうあれは忘れもしない。だから、ニンニクはね、食べ過ぎちゃいかんっていうのは、そこで初めて学びましたねいや、わお、これですよ。また別の角煮だから、ね、さっきのじゃないからね。隣にあったやつ、すごいわ、うまいわ、うまいんですよ。そしてね、必ず行くとチケットもらえるんですよ。大盛りご飯、麺大盛りか、海苔大盛りか海苔大盛りか卵か。うわ、これ焦がしネギたまにねくれるんですよね。毎回じゃないの、たまになのたまにネギ、焦がしネギくれるんだよねだから、もらった時は全部入れちゃいますけど、これがまたいいアクセントなんですよ。何言えた今、いいアクセントなんですよ本当に。これでまた一味変わってさ、おっと、海苔増したかったな。何、チャーシューを海苔で挟む、チャーシューも乗っかってんからね。もうなんだね、スタメンでいるから、チャーシュー、これが、これ食ったら、はい、優勝、はい、優勝しました。間違いないでしょこれね。え、海苔とチャーシューとこのね、ネギ豚飯、あ、そう、ネギ豚飯だネギ豚飯でした。
これがさ、もうずっと食べてられる。もうこれだったらもう5キロぐらいいけんじゃないかな。なんでやねん。誰か舐めてんか、そんな。いやー、これがたまりませんよ。だからもう平塚行った時は必ず行きますね。あと麺も、あの太麺、これ太麺なんですけど、あの細麺にもすることができます。そしてね、替え玉もありますから、もちろんこの太麺も替え玉することができまして、はい、まあ大盛りにした方がお得なんですけど、もしね足りなかったら現金で替え玉もできるっていう、なんともデブには嬉しいシステムでございますよ。ねえ、たまりません。東京豚骨ラーメン十力さんね、東京発祥なんだね。なんか一時厚木にもできたんだけど、厚木の方は潰れてしまったんですよ、残念なことに。で、僕はねこの平塚店しか知らないんですけども、ぜひね近くにいたらか行ったらか行ったら寄ってみてはいかがでしょうか。はい、というわけでまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね、バイバイ、またねー。